皆さんこんばんは、クリスでございます。今日の本間カイナでございます。昨日先生に教えていただいた通りに、このつま先をまっすぐしてやる、はい、頑張りました。すっごいやりづらかったけど、これに対する先生からの動画をまた頂戴しました。では皆さん、一緒に皆さんも気をつけてやってみたやり方、合ってるかどうかご覧ください。はい、クリステルさん、綺麗にできてましたよ、BTS トレーニング。はい、あれで行ってみてください。続けてね、30回。まあ、少し足がこう張ってきますから、辛さも感じるんですけど、あの状態で頑張ってみてください。足先はまっすぐですね。で、後ろの足がこうなってしまわないようにね、両方まっすぐ。そしてこの番組を見ていただいている皆様も一緒に行ってみてくださいね。必ず体変わってきます、はい、でちょっともう少し、クオリティを上げていこうと思います、はい、まっすぐね、まず足がまっすぐ、ここまでは皆さんできるようになってきたかと思います、ね、足の第三関節、手というとこ握り拳の後ろですよ。足の握り拳の後ろ、ここは絶対に浮かさないように、上げすぎるということはダメだということですね。こうキュッとこう上がってしまうのはダメですよと。はい、でここをしっかりつけて行うんですが、次に上半身の姿勢、背骨を全部上に伸ばされているようなイメージ、ね、まっすぐで、この腰は正時的湾曲というので、できるだけですね、このお腹、この肉厚をこのクーッとこう薄くするイメージを維持しながら頑張ってみましょう、ね、だらんとお腹をするんではなくて、しっかりとお腹をへっこめて、行ってみてください。そうするとどん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 変わってきます。そして回数なんですけど、昨日まで私30回頑張ってましたね、はい、これを2倍にします。30、30、30、30、ね、ちょっと大変ですが2セット頑張ってみましょう。好きな音楽、リズムのいい音楽で、頑張ってみましょう。さあ、先生から届きました。えらいことでございます。もう20回やるだけでもしんどいのにもかかわらず2セット30、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 
してると、私ここのお腹の部分に全く意識できてなかった。なのでここ薄く太いけど薄く、これを意識しながらやってみましょう。よし。で、滑りやすいからちゃんとこれを壁とかにくっつけるといいって言ってましたね。ほな、もう右足からできそうやから右足からやってみるね。よいしょ。よし、やってみます。まっすぐでしょ。お腹へこめて、お尻へっこめて。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、難しいな、26、27、28、29、30、反対側行こうか。行くよ。踏んだ状態で真ん中まっすぐお腹引っ込める。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、上げすぎず、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、あと10回。これ多分まっすぐよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、
9、10、30。あ、しんど。めっちゃしんどいな。反対側ね。OK。真ん中に重心を置いて。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。うわぁ、このね、この、わかる、第3のところが、自分のものじゃないようなことになってる。聞くよ。1、2、3、4、小指かないように、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。ということで、30、30、30、30、やってみました。だいぶ、ここを意識しながら上に上がることができた気はします。さて先生、今日はどうやろか、うまいことできましたでしょうか？今一度ご確認をお願いしたいと思います。みんなもちょっとやりづらくて、ああ、難しいな。私もこれアップした後にね、お友達からもね、クリス、それ無理やって、無理難しいってっていうのが来ます。大丈夫です。一緒にやろう。とにかく慣れてくるから大丈夫。腹もへっこんでくるらしいから、頑張ろう。頑張ろう。頑張ろう。ということで、また明日、頑張るぞ。See ya!